オパンキャンビスは株式会社 PGN によって開発された Windows 専用グラフィックソフトウェアでワンパクペイントの光景。フルカラーであり、充実したフィルター機能、レイヤー機能、パース機能、テキスト機能ツールを搭載し細やかな調整を行えるほか、たけたペンタブレット感知機能を持ち、様々な表現を実用することが可能なペイントツールである。 オパンキャンビス4からは、ブラシ機能、新ペン先機能が搭載され、さらなる細かい調整が可能となった。オパンキャンビス3以前のペン機能も、旧ペン機能として、使用可能である。絵の回転機能ではイラストを描く際に、好きな角度に画像を動かして描ける。オパンキャンビス3プラス、オパンキャンビス4プラス、または、オパンキャンビス5以降のバージョンでは、 アドビ h フォトショップの標準画像フォーマット、PSD ファイルの読み込み、保存に対応しているため、オパンキャンビスとは別のソフトで加工したり、あるいはその逆の工程を行うことも可能である。オパンキャンビスでは描画手順を保存できるイベントファイル機能を持っており、これをオパンキャンビスで開くことにより、描画手順を確認することができる。また同社が運営している SNS、 ポタグラにイベントファイルを投稿することで、他のユーザーと描画手順を動画で共有することができる。ポタグラはイラスト投稿、それに対する評価やコメントなどに特化した SNS であった。ポタグラは2000年7月20日にサービスが開始し、2009年8月28日にリニューアルオープン、そして2016年7月27日にサービスが終了した。 オパンキャンビスを所有していなくてもサイト自体利用することは可能でイラスト投稿にあたってオパンキャンビスが直接または間接的に利用していることが必要となる。また OEM 版の釘ロストでも同じ機能を持っておりポタグラにイベントファイル、イラストの投稿も可能となっている。ポタグラのサービス終了同日にオパンキャンビス6.100がリリース。 イベントファイルの再生途中を GIF アニメーションに書き出す機能が追加された。バージョン3と4にはプラス版が存在していた。プラス版はすべての機能が使え、ノーマル版は機能が制限されている。2009年8月10日にオパンキャンビス4.5、ノーマル版の販売終了以降のオパンキャンビスでは、これらを分けることなくすべての機能が使えている。 オパンキャンビス5.5からは、バルブコーポレーションが運営するスティームストアでも販売され、スティームエディションと表記されたが、機能差はない。日本語、英語に加えて、韓国語、中国語にも代用している。オパンキャンビス6ライトは2014年11月に、期間限定で無償配布されていたエディション。ベースは、オパンキャンビス632ビットをいくつか、機能制限したもので、 使用期限はなく、使用版とは異なる。初回の起動時のみ表示されるアンケートに答える仕様となっていたり、製品へのアップグレード版を購入することができる。2017年11月時点でもアップデートは続けられている。ありがとうございます。